タクマ、教授がいるよ。幻を見せられているのか。違う違う、私は見捨ててなど。教授、しっかりしてください。教授、すごい汗だぞ。大丈夫、大丈夫だ。すまない、取り乱した。幻を見ていた。いや、幻というには作為的な内容だった。あれは幻ではない、意図して作り出されたものだ。苦しめ、弱らせることが目的なのか。心を追い詰め、子供たちだけでなく私にも見せようとしたのは、その理由は。教授、休みましょう。頭を動かしたら余計に疲れがたまりません。ああ、すまない。たくま君の一言でだいぶ落ち着いたよ。大人が子供に頼って情けない限りだが。そんなことはありません。誰だって動転します。君だって幻を見せられたのだろうに。たくま君は強いな。タクマ君、君にはすでに少し話しているが、ミユキが私の姉であること、ハルが昔の私の姿をしていること、私は今までそれらが元の世界に戻るために必要のない情報だと、むしろみんなに余計な気苦労をかけるだけだと思い込み、言葉を濁してきた。だが、その思い込みは間違っているかもしれない。レナモンの像も、レナモンが主についたことも、おそらく私の過去と関わりがある。全てを救う鍵がミユキであるならば、私の事情ももう無関係でいられるはずがなかったんだ。だから無事にこの図書館を脱出できたら、全てをみんなに打ち明けよう。私について、私の姉について、最初から全てを。教授、思い出せたんですね。ああ、そうだ。今まで黙っていてくれてありがとう。そして、すまなかった。まずは全員で拠点まで無事に戻ろう。わかりました。もうみんなの居所はわかっています。あとは全員で脱出するだけです。大丈夫？ええ、十分休ませてもらったわ。悪い幻を打ち破ってくれてありがとう。役に立てたならよかったよ。みんなが無事で安心した。この後はどうするの？全員と合流したら、扉か窓を破って一度この建物を出よう。罠の中じゃ調べ物なんてできないよ。まずはここから逃げ出すことを考えるんだ。お前たち人間はまたそうやって逃げるのか。レナモン、待ち伏せていたのか。このまま逃がしては捕らえた意味もないだろう。無駄な抵抗はやめて、早く生贄になってしまえ。
待てよレナモン、お前の目的を教えろ。ミノル、お前はミユキを救いたいはず。ミユキが主に囚われた状態では困るはずだ。なのになぜ主に加担する？主からミユキを救いたくないのか？呆れるばかりだ。君たちは本当に同じことしか聞かないな。そのしつこさに免じて教えてあげるよ。すべてはミユキを救うためだ。ミユキを救う？主から取り戻すってことか？そのためにこの子たちを身代わりにするつもりか？身代わりってタクマたちとミユキを交換？主は生贄を欲してる。多くの生贄を食らって初めて主の世界は広がるんだ。私は主の手足となってお前たちを連れていく。その代わりにミユキを返してもらう。主がミコを返すはずがない。君は騙されている。だからといってミユキを、私の運命の子供を見殺しにはできない。運命の子供？じゃあレナモンにとっての、僕にとってのタクマなの？そうだ。お前たちの世界の時間で数十年前、多くの子供たちがお前たちと同じようにこの世界へ迷い込んだ。その中にいた二人の子供、水瀬美雪と水瀬秋。美雪ちゃんの弟の秋春。お前のことだ、水瀬秋春教授。いや、は？じゃあみゆきって教授のお姉さん？いくらこっちとあっちで時間の流れが違うって言っても、教授とみゆきじゃ歳がおかしいだろ。みゆきは特別だからな。時の流れに置き去りにされているんだ。みゆきは水瀬の巫女だ。世界と世界をつなぐ歌を操ることができる。みゆきはその力で、神秘の歌で、秋春、お前だけを元の。じゃあ教授はこの世界に来るのが二度目だってことか？そうだレナモン、ここで見たお前の幻が教えてくれた。私の記憶の蓋、真実を隠す恐怖、あの悪趣味な幻は全てを取り払った。私はみゆき姉さんを置いて元の世界に戻り、そしてこの世界で感じた恐怖ごと記憶に蓋をしてしまったんだ。お前を逃がしたせいでみゆきは主に捕らえられ、魂の半分を奪われた。私が生き残った仲間を解き伏せ、みゆきを奪還した時には彼女は自我を半ば失って、お前の身勝手な保身のせいでみゆきはこの世界に置き去りにされた。主に取り込まれ、正しく年を取ることも心を動かされることもなくなった。ハル、お前は自分だけおめおめと元の世界に帰り、置き去りにされたみゆきを見捨てたんだ。みゆきはお前を救うために心を壊されて傷ついたのに。なのにそんな状態でも彼女は弟を待ち続けていたんだ。あ、弟はきっと来てくれる。みゆきはそう信じていた。そう思わないと本当に壊れてしまう。だから私はこの姿で彼女を支え続けた。お前がみゆきのそばにいた頃の姿、私はずっとお前の影帽子でいたんだ。お前がこんな老いぼれになるまでずっとずっと一人。レナモン、すまなかった。それは償いきれないほどの大きな罪だ。そうだ、贖えない罪の行き着く先は死だ。お
前たちは全員。待ってくれ、タクマ君たちはこの話に関係がない。あるさ、ミユキを取り戻すための交換材料だ。私の目的は復讐ではない。だが結果としてお前たち、しかし私にとってお前の姿を撮り続けることがどれだけ屈辱的か分かっていれば、私の意志が固いことも分かるはずだ。残念だけど、私たちだって簡単に犠牲になるわけにはいかないの。サキ、私たちだって仲間には死んでほしくない。フローラモンと一緒に生きたいの。あなたの苦しみは分かるわ。自分だったらって考えたらたまらなくなる。でもそのために私の大事な先を奪わせるわけにはいかないわ。レナモン、僕には主がミコを解放するなんてどうしても思えない。ミユキを取り戻すためにすべきなのは生贄を捧げることなのか。本当にミユキを取り戻したいのなら僕たちで声を届けるべきだ。私たちの声はきっとミユキに届く。だからレナモン。黙れ！レナモン。認めない。私ではなくお前たちの声ばかりがミユキに届くなど認めない。おとなしく彼女のために逃げとなれ。それがお前たちにできるたった一つの償いだ。はあ、カイト。彼女のためだ。生贄だ。黙って聞いてりゃくだらねえことをベラ。てめえらが自分のために他人から奪ったものの大きさ、重さ。やれ、ドラキモン、あいつを殺せ。仕方ねえ、分かったよ、やってやる。ダメだよ、カイト、一人で突っ込んじゃ危ないよ。僕たちも行こう。カイトを援護するんだ。甘いざれ事はもう終わりだ。立ちはだかる者は私の敵だ。早めに終わらせる。俺が行こう。絶対に勝つんだ。アロデルモン、覚悟はいいか。
してください。私がやろう。案ずるな。早めに終わらせる。僕の番だね。私がやろう。はっ。案ずるな。早めに終わらせる。よっ。仕方ないね。ライトレイド。
行きましょう。何やってるんだよお前ら。さっさとあいつをズタズタにしてやれ。カイト、落ち着けて。冷静に戦わなきゃ勝てる戦いも勝てなくなる。余裕ぶってんじゃねえよ。てめえも所詮他人事だと思ってんだろ。カイト、ミュウの恨みを晴らしてやれ。ミュウを奪った奴ら全員。私がやろう。僕の番だね。レナモン、僕たちの勝ちだ。まだだ、まだ。もうやめて、これ以上は無理よ。まだ私は負けていない。負けて助けるから。黙れ、今とどめを刺してやる。
待ってくれ、カイト君。どけ。君の怒りはもっともだ。だが少しでいい。話をさせてくれ。だと。やめてくれ、カイト。もう決着はついたじゃないか。これ以上痛めつける必要なんてない。傷つけ合わなくていいんだよ。そうか、お前もか。カイト、レナモン、君とミユキの間に強い絆があるのは分かっている。私は君からミユキを奪ったりはしない。嘘だ。だってお前はミユキを。嘘などつくものか。私は感謝しているのだ。君が辛い思いをしたことはよく分かった。私の存在が君をどれだけ苦しめたかも、どれだけ私を恨んでもらっても構わない。しかし今は協力してほしい。主の言葉を信じたところで君に待つのはさらなる忍耐の日々だけだろうから。何を言う。私は君にこれ以上の苦しみを与えたくない。そしてミユキにも。だからお前がミユキを語るなと。主が約束を守る保証などない。賢い君なら分かっているはずだ。それでも約束にすがってしまったのは他に方法がなかったからなのだろう。だがそもそも最初にミユキを脅かしたのは主だ。そして今度は君が主に騙され苦しめられたと知ったら、その時一番悲しむのはミユキだよな。レナモン、姉さんを、ミユキを、主の手から取り戻そう。あの日、私たちがするべきだったことを今、成し遂げるんだ。愚かなりし裏切り者に天誅。